ネズミが侵入したようです。まもなくここへ。どちらだ？聞くまでもなかったな。来たか、マクスウェル。まさかあの怪我から復活するとは。ナハティガル、貴様は槍の元で待っておれ。マクスウェル狩りの後は北の部族狩りと行くぞ。かしこまりました。イルベルト、主であるわしに本気で逆らうのか？私の主はクレイン様ただお一人だけです。今なら許してやる。わしの元に戻ってこい。あの頃あなたのうちに見た王の器はすっかり陰りを見せてしまった。わし以外に王にふさわしいものなど存在はせぬ。まだ分かっていないようだな。人を滑る資質とは何か。資質など王には無縁。王は生まれいずる時より王よ。だから民を犠牲にしてもいいと。そうだ、それがわしの権利だ。精霊も今に支配してみせよう。人も精霊もあなたなんかに支配されたりしない。小僧がマクシュエルとつるんですっかりつけ上がりよって。僕のことは何とでも言っていい。でもローエンがどれだけあなたのことで悩んだのかも理解してあげられないの？ジュードさん、民が悩むなど当然。貴様らに安穏と生きる権利などない。わしのために命を費やせ。それがわしの民たる者の使命だ。救いようがないな。時間の無駄だったようだな。今すべてを終わらせてやる。フルスニクの槍が吸収したマナの部分転用よ。私はあなたを同じ道を歩む友だと思っていましたが、どうやらもう引き返す道はないのですね。お前みたいに考えられたらどんだけ楽だろうな。だけどよ、正直付き合ってらんねえわ、裸の王様さんよ。こんな人が自分たちの王様だなんて信じられない。絶対変わってもらうから。ジュードやミラ、みんな友達を守ります。やるぞ、敵討ちだ。あなたの野望も終わりだ。うん、ここで終わりにしなきゃ。覚悟しろ、ナーティガル。見せてやる、リーゼ・マクシアを統一する力を。イルベルト、せめてわしの手で引導を渡してやろう。行きますか。あなたの歪んだ槍で、この槍で君を全てきた。今までもこれからもだ。もはや敵もなく王とも。戦場に言葉を無用、剣で語れ。こっ、ロエンジェ・イルベルト、マイ。
ナハティガル、あなたが望んだ決着です。従ってもらいますよ。どもが、わしを殺せばガシュガルはガイアスに飲み込まれるぞ。ですが、王とて罪は償わねばなりません。関係あるか。クルス肉の槍があれば、わしは絶対の力を。ナハティガル、人の部を超えた力は世界そのものを滅ぼす。お前も同様だ。ミラ、待って。この人はローエンの友達だから。ローエンに、ナハティガル、この国には民を導く王が必要です。私もあなたと同じなのです。背負うべき責任から目を背けた。ナハティガル。まさか、イルベルト。貴様。私とあなたとでもう一度、ラシュガルの未来を。貴様は、わしの生み出した業まで背負って。構いません。やれ。はい、マスター。誰だ。まさか狙いはクルスニクの槍。私は大丈夫。行きましょう。